え今日は札幌市の秋元克弘市長にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいし,いし札幌でも今年は建物の倒壊が相次ぎました。市長、大雪の影響が続いていますが、どのように受け止めていらっしゃいますか。うん、今年はの12月からですね、あの。 五十センチ超えるような雪が、まあ、四回ぐらいこう来ました。まあ、そういう意味では、非常に、あの、雪の量も多かったり、それと、あの、溶けずに、まあ、気温が低いというようなことがあってですね。まあ、道路の状態もそうなんですが、建物の被害なんかも出ていて、まあ、大変な状況です。 そのあたりも含めまして今日は市長に除雪問題からコロナ対策そしてオリンピックの招致まで視聴者の皆さんからいただいた疑問をズバリお聞きいたします、はい、まずはこの除雪に関してなんですがこんな質問が届いていますはい 幹線道路の排せ作業はいつ終わるんですかと道が狭くなっていたり市民の方、VTR にもありましたが本当に市長、困っていますがどううでしょうか、はい、あの大きな通りのですね幹線道路については2月1日 末で終了を一旦しました。あの、うん、まあ何度かこうやり直しというような状況になりましたけれども、まあ一方であの生活道路の方はですね、うんえー、まあその作業が全体が遅れているもんですから、まだ五割ぐらいしか進んでないとこんな状況になってます。うん、なるほど。えそしてこんな意見もいただきました。どこの道路も満足に除雪されていません。うんうん、春までこのままだと。 今後も同じような大雪に見舞われた場合に対策はということなんですが今年の雪が、まあ、大雪の雪がです、ね、何度も来たというようなことがありましたけれども、うんまあ、そういう意味では幹線道路をやって生活道路という状況なんですけれどもあの今年のような雪があった時に、まあ、これは今年の ことについてはですね状況をやっぱり検証して今後の対策を取っていかなければいけないというふうに思っています一度に降ったときに、まあ、いろいろなところから応援をどうするのかという応援体制なんかも含めてですね、うん、考えていかなければいけないのでこれはの、えー、北海道なり国あるいは関係機関とも協議をしていきたいというふうに思っています。 実際そういう検証とかっていうのはもう進めているんですかあの北海道窓口になってですね、うん、あの進めて今5月ぐらいには全体のものを出して今後の方策を出していこう<ー>ということにしていますそれ関連でこんな声もありました、はい、なぜ雪まつりは自衛隊に協力してもらえるのに大雪の除灰雪は協力してもらえないのですか自衛隊に除雪を協力してもらうという考えは今回に限ってはあったんでしょうか、うん はい、あのやはり2月のです、ね 2> うん、大雪の段階で、えーまあ、1月の段階でもかなり大雪がありましたので、うん、まあ自衛隊の、まあ、はは除排雪の協力が得られないかという、えー、協議をいたしました、うん、あのこれはあの北海道から自衛隊に要請をするという仕組みなものですから、はいはい、北海道とそれからまあ自衛隊の方にもです、ねうん、入っていただいて協議をしたんですけど あの公共性とか緊急性とか非代替性というまあ自衛隊でなければダメだというようなことがあってあのまあ多くの車がこうあの行き止めになるとかですね通行止めになるとまあそういうような状況というのはいくつかの要件があってあ今回は合意に至らなかったということなんですけどもまあ今後のことで先ほど検証ということもありましたけどまあ今回例えば自衛隊への要請っていうのことについても え考えていかなきゃいけない。こういうふうに思ってます。だかこの場所はあまりにもひどいから、そこだけはその条件に当てはまるで、うん。そこはみたいなね。なんかん。そうですね。例えば、うん、あの、かなり。えー 救急車も入れないというようなこととかもねはい,、はい、いろいろありましたのでそれとの全道的に雪が降りましたので、うん、あの全道からの応援、例えば他の地域からトラックを応援してもらうというようなこともできませんでしたので、うん、例えばそういったケースに限って何かできないかというようなですね、うん、そういったとあ話といいますか協議、うん、をしっかりとした検証をまずは期待したいところです。うんはい